ダニエル・ハービー・ヒルは、南北戦争の時の南軍将軍であり、南部の学者である。攻撃的な指揮官であり、また厳格で信仰に厚く、とぼけた皮肉っぽいユーモアで知られた。ストーンウォール・ジャクソンとは、義兄邸であり、ジェームズ・ロング・ストリートや、ジョーゼフ・ジョンストンとは、親密な友人だったが、ロバート・イーリーや、ブラックストン・ブラッグとは不仲だったので、 ジェファーソン・デイビス・アメリカ連合国大統領の受けが悪かった。軍人としての能力は尊敬されたものの、南北戦争の終わり頃は不遇だった。北バージニア軍に共に仕えた AP ヒルと区別するためもあって、歴史書では DH ヒルと言及されるのが通常である。ヒルはサウスカロライナ州ヨーク地区にあったヒル鉄工所で、 ソロモンとナンシーキャビーンのヒル夫妻の子供として生まれた。父方の祖父、ウィリアム、ビリー、ヒル大佐はアイルランドの生まれであり、ヨーク地区に鋳造工場を持って大陸軍のために大砲を作った。母方の祖父はスコットランドの生まれだった。ヒルは1842年に56人の同期中28番目の 成績で、アメリカ陸軍士官学校を卒業し、第一アメリカ砲兵連隊に配属された。米国戦争で頭角を表し、コントレラスの戦いとチュルブスコの戦いでの勇敢さで、大尉に、チャプルテペクの戦いでの勇敢さで少佐に、名誉昇にした。1849年2月、アメリカ陸軍を除隊し、 バージニア州歴シントンにあるワシントン大学で数学の教授になった。この頃、大数の教科書を出版したが、北部人を怒らせる言葉遣いの問題で著名であり、あるコネチカットの商人が詐欺で奪った利益というような表現があった。1854年、ノースカロライナ州のダビッドソン大学の教員となり、1859年には、 シャーロットにあるノースカロライナ士官学校の校長になった。1848年11月2日、ヒルは長老派教会牧師でダビッドソン大学の初大学長ロバート・ホール・モリソンの娘イザベラ・モリソンと結婚した。イザベラはその母を通じてノースカロライナ州知事ウィリアム・アレクサンダー・グラハムの名だった。夫妻には全部で9人の子供が生まれた。 息子の一人、ハービー・ジュニアは、ノースカロライナ州立大学の学長を務めた。その末って、ジョーゼフ・モリソンは1904年から1909年まで、アーカンソー州最高裁判所の首席判事を務めた。1857年、イザベラの妹、メアリー・アンナが、トマス・ J ジャクソンと結婚し、このジャクソンが後に、南軍の主幹として、 ストーンウォールのあだ名をもらったものである。ヒルとジャクソンは、米北戦争中に出会っており、後に二人とも歴ントンに住んで親密な友情を、築いた。南北戦争が勃発した時、ヒルは、南軍不評連隊の大佐に任官され、1861年6月10日に、バージニア州、モンロートリで近くのビッグベセルの戦いで勝利した。 その後すぐに巡調に昇進した。1862年春の半島方面作戦開始となるヨークタウンの包囲戦とウィリアムズバーグの戦いに参戦し、少将として一個師団を率いて、セブンパインズの戦いと7日間の戦いで大きな先行を挙げた。1862年7月22日、ヒルト北軍のジョン・アダムズ・ディークス少々は、 北軍と南軍の間での捕虜交換協定に合意した。この協定は、リクスヒル捕虜交換協定と呼ばれた。1862年のメリーランド方面作戦では、ヒルの部隊がサウス山の戦いに参戦した。その手段は、戦闘が始まった時に、北のブーンズボロまで分散していたが、あらゆる手段を尽くして戦い、リー軍が、 シャープスバーグ近くに集結するための時間を作った。アンティータムの戦いでは悪名高い三剣ロードで激戦を演じ、いくつかの旅団分検体の兵士をかき集めて、重要な時点でその前線を死守した。この戦闘中に乗っていた馬が3頭も銃で撃たれた。フレデリックスバーグの戦いでは、ヒル師団は予備隊として止め置かれた。この時点で、リートの確執が、 表面に出てきた。ストーンウォール、ジャクソンの戦死に伴う北バージニア軍再編で、ヒルは軍団指揮官に任命されなかった。すでに、リーの軍隊からは外されており、出身州での徴兵任務に派遣された。ゲティスバーグ方面作戦の時、首都リッチモンドを守る、南軍予備隊を率い1863年6月、遅くの北軍。 ジョン・ディクスとエラスムス・キーズによる、及び腰の進行に耐えることができた。その後暫定的に中将に昇進して、新しく結成されたテネシー軍に派遣され、ブラックストン・ブラッグの下で一個軍団を指揮することになった。流血が多く混乱したチカマウガの戦いで勝利した。時には、ヒルの部隊は最も激しい戦闘に参加した。その後、ブラッグが、 この勝利につけ込んで北軍を追撃しなかったことを公然と非難する何人かの将軍たちに加わった。ジェファーソン・デイビス大統領はこの紛争を解決するために自ら前線にやってきたがすべてはブラッグの肩を持つ結果になった。テネシー軍は再編されヒルは指揮官職を与えられなかった。続いてデイビスはヒルの昇進を確認せず 実質的に少々の位に戻した。この後、ヒルは主力部隊とは離れた場所における小さな作戦で志願兵として指揮を取った。ノースカロライナ州でのベントンビルの戦いに参戦した。1865年4月26日にジョーゼフ・ジョーンストン将軍と共に降伏した時は一個師団の指揮官だった。 1866年から1869年まで、ヒルは、シャーロットで、雑誌ザラント・ウィー・ラブを編集し、社会的また歴史的な主題を取り扱って、南部では大きな影響力を持った。1877年、アーカンソー大学の初大学長となり1884年まで、勤めた。1885年には、ジョージア州、ミレジビル軍事、 農業大学の学長となり、1889年8月に、健康上の理由でこの職を辞した。翌月シャーロットで死に、ダビッドソン大学墓地に埋葬されている。ノースカロライナ州立大学の大きな図書館は、ヒルの息子、ダニエル・ハービー・ヒル・ジュニアにちなんで命名された。ありがとうございます。